ベンジャミン・ソープは、イングランドの古英語研究者。エンシェント・ローズ・インスティチューツ・オブ・イングランド、1840、デンマークの文献学者、ラスムス・ラスクのもと、コッペンハーゲン大学で4年間学んだ後、1830年に、イングランドに戻る。1832年にキャドモンの、陰ンン文部文訳聖書を現代語訳して出版し、古英語研究者としての名声を確立する。 1834年にはアナレクタ・アングロ・サクセニー・カを出版し、これは長年にわたって英語で書かれた、古英語の標準的な教科書として使われた。しかし彼の最も知られている業績は、1851年に全三巻で刊行したノーザン・ミソロジーであろう。それは最初の超えた漢訳であった。その他の著作には、以下のようなものがある。 1835年にはその業績によって王室年金の受給が認められている。1870年7月にロンドンの地図一区で亡くなった。ありがとうございます。